テオドリック二世は、西元道。彼は、実帝フレデリックと図り、ローマの将軍、アエティウスに先導され、兄トリスムンドを暗殺合意についた。トゥールーズをととし、衰退する西ローマ帝国との国境戦を確定するため、皇帝ウアレンティニアヌス三世と同盟し、ローマとの境界では、交戦的に戦いを繰り返した。さらに彼は、ローマ帝国や、 その同盟国において、農村を追われ、本物のゲリラと化し、農村部の貧困層や取り残された、社会階層の人々で構成されたバガウダへと戦った。453年から454年にかけ、バガウダへの敵意は極端に皇帝ウアレンティニアヌス3世に向けられた。反乱軍と戦うためのテオドリック2世遠征軍を皇帝が組織させたからである。ローマと、 西ゴート連合軍は数ヶ月間でバガウダへたちを完全に粉砕するほどの残酷さで勝利した。455年、ウアレンティニアヌス三世の没後に皇帝となったペトロニウス・マクシムスが殺害されると、ゴート族のテオドリック二世は独自に皇帝、アウィトゥスを立てた。しかし、テオドリック二世が皇帝継承に注目している間、一方で末尾族の王レキアリウスが、 イベリア半島北西部に定住し、ゴート族の領土権の主張を確認しないまま戦争を始めた。そしてスエビ族は、ヒスパニアバエティカ、ヒスパニアカルタギネンシス、ヒスパニアタラコネンシスへ攻撃した。456年、テオドリック2世は、自らの義兄弟で同盟国である、ゴンドリック王とキルペリック1世率いるブルグント族の大軍を集めた。 スエビ族はアストルが近くのオルビゴ川まで退却した。戦いは西ゴートの圧倒的な勝利だった。数ヶ月間イベリア半島中を追跡し、ゴートの王たちはレキアリウスを捕らえ、王の恩赦を得られなかったレキアリウスは456年12月に処刑された。スエビ族の王座にはテオドリック2世はアイウルフを立てた。抵抗するカンタブリア人。 バスコン人と戦って国境を守るための軍を与え総督としたのである。もちろん、ガラエキアの小さなスエビ族の王国の国境戦を制限しなかった。しかし彼の継続的な不法行為によって内戦と混乱の時代が始まり、スエビ族とヒスパのローマ人との戦争を引き起こした。457年、西ローマ皇帝アウィットゥスがゲルマン人の将軍リキメロスによって追放された。 ゴートは、リキメロスが建てたマヨリアヌスを、新しい皇帝として認めなかった。このため、テオドリック二世は、トゥールーズの北へ王国を拡大しようとした。しかし、ローマ軍団の将軍であったマヨリアヌスは、西盗軍を退け、ゴート族の都市アルルを征服し、和平を結ばせた。平和な時期は3年続いた。王国の北で、アエギディウスというローマ人の将軍が、 フランク族の複王を称し、西郷と軍との戦いを始めた。アエキデ,ディウスは王帝フレデリックを殺害した。西郷ト王はフランク王国との国境をロワール側とする和平に同意しなければならなかった。フランク族との協定は、リキメロスと新たな傀儡皇帝、リビウス・セウェルスとの交渉に影響した。この協定を西郷と貴族、特に生き残っていた王帝、 エウリックは歓迎しなかった。貴族たちは衰退する帝国との交渉には何も中身がないとみなした。エウリックはテオドリック2世を排除しようとする貴族と同盟して466年に兄を暗殺し、自らが大いについた。ありがとうございます。